なんてこと、人形が車が出たなんて、うん、絶対許すわけないよ。マッチメーカーだもん。あ、立てなんか髪の毛だし、ここ変わってるんだね。それは。強すぎだな。全クリか。あ、そうか、でも、あれ、あいつは、あのさ、この悪魔人形みたいなのが最後にボスにならない？大丈夫。どうして、俺は眠ってしまっちゃった。そうだと、うちさんのことを思い起こそう。しょぼーん。じゃあ、早く検査よ。よかった。いや、あいつが、ラスボスで出てきたらどうしようかなと思ったな。結構一人で先行っちゃうんだから、おーい、過去。なかった。あやとくん、さよなら。え、なんつった？だろ？君はもう立派なおじさんだ。マジで続けないじゃない、対人恐怖症だ。車の髪の突然剥げた。そんなん書いて言いさせないよ。
ばいやばい。おじちゃんの本屋に置いてないの。斬鉄センチメンタル炸裂ということで斬撃センチメンタル炸裂でした。